4月13日深夜2時半一風堂のラーメン久々に食べちゃいますね。やっぱね、いろいろカップラーメンいただきましたけども、これが私の好みですね、どうやら、どうもいただきます。夜中のラーメン、なんでこんな美味しいんだろう。まあ夜中のラーメンといっても、私これから寝るわけでもなんでもなくって、これからスタートなんですよ。深夜って YouTube の動画撮りやすいんですよね。いや、お昼っていうかね、朝はね、うちの大和くんが、インターナショナルスクールの方に行って、それを送って、で、家事をしてですね、私がお洗濯もうちょっとで終わるんですけども、まああとはあれですね、家の前の掃き掃除とか落ち葉がだいぶ散らかってますんで、それからトランザムの方をちょっと手入れして、まあ、奥さんと遊ぶみたいな感じですかね。でお昼ご飯の前に大和くん迎えに行くんで、迎えはねバスが来るんですけども、送り迎えのバスって夕方4時なんですよ。で私の場合半日で預けてますんで、お昼に迎えに行かないといけないんですね。で、帰り道にちょっとお昼でも買って食べようかなってとこですけども、昨日ね奥さん作ってくれたお好み焼きね、美味しくってね、明日もお好み焼きになりそうですね。で深夜はこうやってラーメン食べるみたいな、そんなメニューでございます。まあ大体ね9割自炊なんですよ、うち。で外食行く時はあの予約をしてね、個室の方に入ることが多いですね。まあ、こういう田舎でもね、個室があるというか、田舎の方って結構ね広い個室を取ってくれるところが多いんですよ。で古民家とかもありますからね、古民家の、あの飲食店とかね、結構ね豪華ですよ。で安いですね。安いって言っても安くないか、どうですかね。ちなみに4月16日はね結婚記念日、そして私奥さんと出会って10年になるそうなんですよ。10年になるのかな、私、まあ、10年近くなりますね、どっちにしても。まあそこでね、ちょっとこう会食をこっそりしようかなと思ってますね。いただきます。選挙も行かないと、広島は買収王国ですからね。まあ自民党は買収が確かに得意技ですかね。よくないな、買収される方もされる方だよね。今はしたがね、プラスなんかあれでしょ、断ったら自分の立場が悪くなるからと思って断れなかったんでしょうけどね、最悪の立場になったんじゃないですか。買収は受けるわ、買収はバレるわで、ね、家族は恥ずかしくないんですかね。子供さん学校でいじめられますよ、お前の親父買収だっつって、悪いやっちゃ、いってらっしゃい。